エザベリオ宣教会は、1895年、イタリアで創立されたキリスト教カトリックの男子、宣教会である。創立者は、セーグイド・マリア・コンフォルティ。フランシスコ・ザビエルの精神を生きる者として、宣教会名を、セーザベリオ宣教会と命名。1895年12月3日に、セーザベリオ宣教会を創立し、教皇レオ13世から、 正式な認可を受ける。1899年、二人の宣教師が最初の派遣地である中国で宣教活動を開始。海外派遣地は世界21カ国に及ぶ。キリスト信者でない人々に神の国の福音を述べ伝えることは、本会の唯一、固有の目的。このカリスマによって、キリスト教徒ではない民族やグループに派遣される。より徹底的に、 福音選教への奉仕をするために、締結、製品、従順の誓願によって生きる。使徒的生活と、修道生活は、唯一のカリスマであり、一体のものである。主キリストこそは、会員の生活の中心であり、すべての行動、思いと愛の源泉とて本をキリストに求める。1949年1月、当時の大阪教区長、パウロ・タグチ・カオルゴロー司教が、 ローマ教皇長講師の依頼により、聖座ベリオ選教会を受け入れる。1949年12月、神戸に到着した3人の会員が、岸和田教会へ。その後、泉佐野、三崎、海塚、泉、仙南、熊取教会に共同体が設立される。1950年7月、当時の福岡教区長、ドミニコ深堀千恵門司教により、 宮崎県の教会の私牧を担当。1958年7月、鹿児島市教区の埴良郡、大隅半島、種ヶ島、薬島地区の私牧を担当。1987年、会員であるフランコ・ソットコルノ・ラシンプが、生命産、カトリック別院を創立。2003年には、聖座ベイリオ宣教会の事業として、なお、新、命山諸宗教隊は、 冷静交流センターに解消した。大阪大市教区、大分市教区、鹿児島市教区、福岡市教区、高松市教区で、選挙活動をしている。郵便番号598-0005大阪府、泉佐野市市場東1-103-1郵便番号880-0051、宮崎一 a 平成2-3-52。ありがとうございます。